ている時の彼女のいびきは案外うるさい。堂々胸張り立ったままでトイレがしてみたい。おかえりなさい、ご飯、お風呂、もう一度聞いてみたい。今月も一生懸命働いてくれてありがとう、もう一度聞いてみたい。ハレルーヤ、神様お願い。ハレルーヤ、おいらは不幸せ。マザコン、ファザコン、ええ年こいて大人になれないやつ。黙っても来るんだよ、明日のこと少しは考えて。会社の文句グチ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 、さっさとやめちまえ。夢を見るのはあんただけの専売特許じゃない。ハレルーヤ、神様お願い。ハレルーヤ、あたいは不幸せ。今さらやり直せるのかな。随分遅かろうとは思うけど、本当に一体この人でよかったのかな。いやいや、あたいはあいつの誕生日はちゃんと覚えてる。当てにはしてなかったけど今年もあいつは忘れてた。いやいやいや、おいらは誕生日記念日いつも気にかけてるのさ。日にちはちゃんと覚えてるけど何月だったか忘れただけさ。ハレルーヤ、神様お願い。ハレルーヤ、新しい世界を。そうは言っても一から始めるのはちょっとめんどくさい。あそこは痛いし目はかすむし、だいたい気力がない。生まれ変わったらあたいは空を飛んでみせる。横を飛んでる鳥がまたあんただったら笑うけどね。ハレルーヤ、神様お願い。ハレルーヤ、タイムマシンにお願い。ハレルーヤ、ねえあんたは一体誰。ハレルーヤ、そういう君こそ誰。ハレルーヤ、なんであんたなの。ハレルーヤ、なんで君なの。まで生きられるらしいぜ。もう一回人生過ごすくらいあるぜ。よし、今度こそ運命的な出会いってやつをゲットするぜ。やり直せるのかな。もう一度恋してみるところから始めてみようか。明日は多分晴れるやー。